3分になります。大迫立ち上がった。日本はすでに3人の選手交代をしている。川島の長いボール、本田が起点になるか。ヘディング強い、本田。またここもヘディング手当て、もう行かないと。宇佐美入れ替わるか。ライン終わった。向こうサイドのタッチライン割った。あー、笛吹かれそう。そろそろ笛吹かれそう。早く前行かないと。取りに行けよ。このセカンドボールを拾えるか。流して柴崎出足がいい。柴崎出足がいい。負けないんだよね、柴崎が。素晴らしい。柴崎から本田、本田から右、大迫。前行け、前行け、前行け。かなり速いアプローチ。これまでボールが入った。ホイッスル、ホイッスルです。さあ、長谷部にイエローカード。いらんところで。アルシナルタイム、まもなく4分台に入ります。まだよ。93分40秒を超えました。セネガルは長いボール入れてくるか。これラストラストやっばーい、やっばーい。合わせてくるよ。長いボール、流れてきた。押されない。ちょっとシュートの外、シュート枠の外。あ、よかった。あ、勝ち点1だけでもよしとしよう。先制を許し、さらに勝ち越しゴールを許しながらも同点に追いつきました。よかった、よかった。あとはコロンビア次第。頑張れコロンビア。2対2同点のゲーム。まず津波さんどうでしょう。頑張れコロンビア。勝てた試合ですけど、悪くないです。悪くはないです。